古木の定石実践編の続きです。どんな楽しい碁にお目にかかれるか私も楽しみです。はい、黒が古木から始めましたね。白も古木、そして星に白が展開しまして、小ゲイマジマリとよくある形ですね。そして白が小ゲイマがかりですね。はい、それに一番厳しい剣バサミということですね。まあこれに飛んで、はい、桂馬に受けますね。まあここまではよくある形ですね。これに対して、まあコスミツケからこの動きを見ると、白が下がってくれば動き出す。はい、こういう碁も結構多いですね。昔よく打たれましたが、で飛んで、はい、それでここら辺の薄みをちょっと黒は狙うわけですね。ですからまあ白もこうやるかこうやるか、まあはい、こちらについてみましょうか。そうするとまあ大ゲーマーぐらいと、まあこれでももちろん一局の碁ですね。はい、ただまあ黒がこちら側とこちら側と、まああまり厚くはないですけども、一応地を取って、はい、そしてまあ白のこの厚みといいましても意外と場合によっては攻められる心配もあると、ということであまりこれでは白が落ち着かないんではないかということで、実は最近はですねこの下がりをやめちゃうんですね。はい、このコスミつけた状態の時に普通の格好ではこういうのは下がるんですが、はい、実はこっちへ押さえちゃうんです。はい、なんか、はい、こういうところが跳ねられるの心配ですね。はい、しかしぶつかったことによってこの一目がちょうど動けなくなるわけですね。生えば切ると、まあ、白も黒の形もいいんですが、白もこの一目を取ったことによって十分対抗できるわけですね。そしてまあはい、実戦ではこれを省略しまして、はい、かかりましたね。はい、二間バサミですね。これはやはり一間と三間の、はい、中間ですから、まあ攻めすぎず程よい形と、まあ内容は二間高がかりと、似てるような、ところが多いですね。はい、ですから黒の受け方としても二間に飛ぶ手、それからコスんで受ける手と情報ありますが、この場合は白がこういうふうに控えて白のまあ勢力圏ですね。はい、ということで早く収まるコスミなんかが、はい、有効だと思います。実戦もコスミ、はい、そうですね。それに対して白はコスミと、まあ、これはもう一つの定石ではこういうのもありますよね。白のこの手でですね、こう桂馬ですね、はい、まあ、こういうふうになればこういうふうになると開いていくわけですけどね。まあこちら側がしっかりしてますしね、これはまあ黒不満ないと、まあ、もう一つこういうところでこういうところへかける手もあります。はい、そうですね。そうするとでこういって、はい、そしてこうですね。ここでまあこうある程度ここを固めといて、まあ向こうへ展開していくと、まあ、これはなかなか欲張りな仕方でですね、こちら側を取っておきながらこちらへ展開していくと、まあ、実戦のコスミツケもこれはなかなか有力な手だと思いますね。はい、こちら側が強いんでなるべくこちらだけで戦うと、あまりこちらに白石が流れてもこちらには攻めが期待できませんね。そして下跳ねて押さえて、この辺は一連の一つの定石形ですね。伸びて飛んで、はい、少し隅の方に白が潜って、まあ黒が、形がですね落ち着くのを妨げているわけですね。場合によっちゃまだ攻めれる余地を残しておくと、はい、逆に今度黒もですね攻められてばかりでは辛いもんですから、逆に白を攻める手を狙うと。そうですね。そして飛ばして、一旦は、はい、
まあ、白も受けるぐらいでしょうね。はい、ここでコスミツケですね。そうですね、これは2件ですから白はこちらだけではなく、はい、こちらにも攻める余地を残しておくと。攻めのコスミツケを。そうですね、はい、ですね。ですからこれまあ逃げてればどちらかに攻めが効くという形ですね、はい、そして黒が、はい、そうですね、まあ、ある程度整形しながら白を睨むと、うん、周りに白がもう一つ近ければこれはちょっと飛びすぎですけど、少し離れてるんで、まあその気持ち少しゆったりと飛んだというふうに解釈していいと思いますね。そして白は固く飛ぶと、はい、で覗きを利かしましたね、はい、そしてこちらも覗きを利かして、はい、そして桂馬から、はい、この手は次にここへつける手を狙ってますね。ですから白は並ぶぐらいと、はい、そして黒は飛ぶと、はい、そこを飛ぶことによってまた白を狙うと、白はまたしかしこちらから、この黒を狙いながら、まあ、これがまた仮に飛んでいけば、はい、こっちへ飛んで、これはまあ逃げてるようでて両方を絡ませると、黒はこれを狙って、白はまあこちらを飛びながら両方を狙うと、お互いに狙い合ってるわけですね。単に逃げるだけではなく、相手に狙いを持ちながら逃げていくて。そうですね、はい、この辺の駆け引きが大変面白いところですね、はい、黒が星ですね。そして白が小目の2連星の星です。はい、白も星に受けました。一見高がかりに、二見高ばさみ、村正の与党ですね。そして跳ねた時に伸びてぶつかりに、はい、そこに一見飛ぶのが定石ですね。はい、押して伸びて三三に抑えると、さあこの場合、下がりの方の、視聴関係が良い場合に通用する手ですねを選びましたね。ちょっと視聴関係もう一回復習してみましょう。はい、切って下がる、もう一回出る、はい、白がこの手が手筋ですね。その時に黒が当て返すのが強引というか、まあ厳しく追求しちゃう手ですね。でこう伸びる、継ぐ、はい、白はこの黒は攻め合い負けですから相手にできません。ここへ切るしかありません。そこで飛ぶと、この時ここの辺りからの主張関係が成立する、あの、はい、成り立つわけですけれどもね。この場合ここに黒がいると、この黒をちょっとこう平行移動して考えると分かるんですが、ちょうどぶつかってしまいますね。はい、大丈夫ですね。そういうわけで一回下がってみたと、はい、さあそこまで戻してみましょう。この、下がりがですね、次に掛け継ぎをに回せれば非常にいい格好になると、はい、そうですね、2手で、そうですね、非常にいい格好になると、その代わりまあこちらに支柱あたり打たれる可能性が大きいということになりますね。白が高く、はい、そこでも守らないと危ないですね、まあ、こちらは少し我慢する時期と、まあ、両方高いですからね、ちょっと、厳しく打たれちゃいますが、はい、はいですね。で押してぶつかった時に跳ねと、ここで白がまあ先手を取らないと大変この辺が薄くなりましたね。2手使われてますので、そこでかかったわけですが、さあここでどうするかということになりますね。実際白はこの辺ぐらいに打っておけば安全なんです、うん、というのはやはり黒もねだいぶ力が溜まってますから、ここで白はあんまりことが起きないようにするのが本手なんですけども ね、それを白がかかってしまったと、とすると逆に言うならば黒もこれだけ広く開いたところを咎めなくちゃいけないわけですね、う
例えばこんな風に受けてしまいますと、このように理想形を打たれましてね、まあ、ちょっと薄いと思ったらこちらでも結構ですけども、こちらがこちらからで黒の攻めをもう打てなくなっちゃうわけですね。ですからこの手でやっぱり攻めを、ここがチャンスですね。そうですね、狙わなくてはいけないんですけども、はい、まあ、ここではこういうふうに一見強そうな攻めはまた例によって飛んで飛ばれた時に今度上からかぶりましてね、これはなんだか自分の方が攻められてしまいますね、はい、ですからなるべく裂くような形で打ち込まなくちゃいけないわけですね。この場合は二間高がらかかりぐらいがいいでしょうね。まあ飛ぶ、そして黒も受ける、まあ、この辺がちょっと怖そうですけどもね。これはちょっと前にもね似たような格好が出てきたんですが、はい、ちょっとこういうのはね間延びしちゃってますから必ず形に欠陥ができます。一回横に一間に飛ぶんですね、はい、そしてこう、まあ、これは受けてるわけですね。悠々と受けちゃうわけです。どっか曲がりかなんか打たなくちゃいけませんね。ここが薄いですね。そうですね。そしてかい曲がりを打って、はい、そして覗きも打ってつけ、あ、継ぎますね。そこでつけると、はい、これでね跳ね出してもここが当たりになってしまいますね。これで完全に抜くとか取るとかで突破されてしまいますね。白がしょうがないからといって飛べばここはどんどん破っていくと、はい、まあ、これはねこの 白地を荒らしたというよりもこの白とあるいはこの白を攻める効果が大きいわけですね。なんか逃げればまたこちらをね、地を増やしながらまたこちらを攻めて、そして飛べば真ん中を飛ぶと、こう流れるような展開でですね、攻めながら相手をこうですね、地を減らしたり自分の地を増やしたりと、いい展開で碁が打てるわけですね、はい。黒が小目で始めましたね、はい、そして白も三々と、そこで、はい、黒が小目にかかって白もかかりましたね。そして黒が対車にかけました、はい、まあ、これでつけますと素直に対車の形ができていくわけですね。それから外し方としますと、まあ、例えば横に並んで受けた時に飛ぶ、はい、それからコスミつけて、はい、押さえた時に張って伸びて張って伸びて、まあ、ちょっとたくさん這わなくちゃいけないですね。そして飛ぶと、はい、あと割り込んで、この跳ねる手で割り込んでいく手も多いですね。これが一番むしろ多いかもしれませんね。はい、コスミつけた後割り込んでいくと、そしてこうなってついで、まあここで黒は継ぎ方いろいろありますが、はい、まあ、ここへ継ぐのが一番多い定石とされて、はい、そして切って、はい、そしてまあ押さえて押さえて取った時にかけ継ぐという方と、最近で多いのはこの押さえる前に、このあ、ごめんなさい、当たりをする前に、はい、下がって、そして押さえて桂馬に外して、それから取らせて、そうするとぶつかり合いが効きますね。それで取らして、はい、そしてかけ継ぐと、こういうのがまあ外し方の、基本形なんですけどもね、はい、この実戦譜では、コスミつけからやはり割り込んだんですが、はい、ここをコスミつけて割り込みましたね。そしてついで、この時にまあここへ継ぎました。これはまあ多少先手を取ろうという打ち方ですね。そして切らして、はい、当たりを打って、はい、継ぎまして、そして抱えると、はい、そしてまあかかってある石に先手を取って攻めていこうというわけですね、うん、
ここで一間ハサミが使われましたよね。厳しいハサミ。そうですね、ただ厳しいハサミが通用するかどうかなんですけどもね、はい、白が飛んで、はい、桂馬とここでかけていきましたね。はい、そして黒はコスミツケと、まあ、現代でしたらよくこういう手が使われてますけども、はい、そうですね、ぶつかってと。ただこの場合はやはり下がってみるのが面白いかもしれませんね。というのは張っていっても白が、はい、どんどん伸びていきますのでね、黒の厚みが必然的にこう伸びていくことによって消えてしまうわけですね。実戦は張って伸びて、張って、あ、ごめんなさい、その前に一回出ましたね。これ入る前に一回曲がりを打って、そしてまあ飛べば定石なんですが、はい、これ先ほど言いましたように白に次ぐらい打たれますと、ここで力を蓄えたのにこちら側の白が強くなることによってあまりこの壁が生きてこないということになりそうなんですね。そこで黒は頑張ってこちらの弱みをついていきましたね。そしてついで、まあ出てきたと。出て、まあお互いにいいとこ打ち合ってるわけですね。黒の叩きもいいんですが白の叩きも非常にいいところを打ってますね。そしてはい、跳ねと、もう一回跳ねるになりますね。まあこれでちょっと白も、あ、黒も閉じ込められまして、かけ継ぎぐらいと。はいはい、そしてはい、そこでまあある程度根拠地をね切ってって、はい、そして跳ねて継いで、そうですね、これはまあ出切りを防いだわけなんですが、このぶつかるところが大変いいところで、まあすぐに目を作ろうと思えば作れるというスペースができたわけですね。そして黒が、まあ、羽を一本利かしたんですが、一応受けて、そしてまあ桂馬と、はい、まあこういう展開になったわけですが、まあ、この3目がこのまま素直に取られるとは思いませんね。ある程度ここで目の形を確保してますので、はい、まあ、当然これ逃げていくことができますからね。うん、弱い石が一つだとなんとか。そうですね、怖いことはないですね。まだこういうところがつけて持たれることもできるし、はい、はい、逃げから、はい、こういうところの急所を逆に逆襲していくことも可能ですね。うん、ですからこれはまだこれからの展開というのは非常に難しいんですが、白も希望を持てる碁ではないかと思いますね。はい、これは大社と一間ハサミが出てきましたね。はい、はい、黒の小目から始まりますね。白が星で、黒も向かい小目ですね。そしてかかった時に、はい、小目に焦げ馬がかりですね。そこで一間ハサミと、そういうことになるわけですね。今までは飛んだ形、つけた形を勉強してきましたが、はい、飛んでなおかつ受けた時ですね、まあ、戦線を広げるというんでしょうかね、また挟み返していくという打ち方もありますね。これは当然この線を止められては黒大変ですから、まあ出ていくと。そうすると白はその流れに従って、まあ、持たれていくように向こうへつけていくわけですね。そうすると黒は引くぐらい、そこで跳ねる、ここでまた跳ね返すわけですね。白もここに弱みがあるから切ることはできません。ここへ引くぐらい、そこでかけ継いで、まあ飛ぶと。まあこれは大変戦線が広がるわけですね。はい、ただし打つ方は白の側ですから、白の方で戦線を広げるか、あるいはさっきのように他の形で固く打つとか、いろいろ選べるわけですね。まあ、周りの配置が強かったりした場合はどんどん挟んで戦線を広げてもいいわけですね。この後まあ黒は例えばこっちの白を攻めていく、はい、それからあるいは
まあ、こっちの黒を守る2軒ぐらいですね。あるいは守る前に一回コスミツケを打って、はい、そしてぶつかりぐらいを決めてから守ると、まあ、この辺の展開は周りとの状況で判断しなくちゃいけないわけですね。この場合ですと、まあ、黒がこの辺にこうかかってあるという形がありますので、例えばこういうところをこうかぶせる手、はい、そういう手がね、利きとして見られてるわけですね、はい、ですからまあ黙って伸びたりして、ちょっとこの白が中央へ出るのにここが邪魔をしてるわけですね。それではもうちょっとこれを浅くしたらどうかと、そういうような考え方も出てくるわけです。はい、その場合にここへ打つというのもよくある有力な打ち方です。はい、まあ、この辺の線で黒石が流れてくる分には上げても三線ですが大した字じゃないと、うん、まあ、今すぐここへ打つのはこう止められてね、これはあんまり良くないですけども、まあ、1回はもちろん黒は出てくるでしょうね。はい、そこでつけていくと、はい、こういう形を見た場合にさっきより少し浅くなってますね、はい、その分こう動きがまあ軽いでしょうね。これに対して黒はあくまでも引いて頑張る、まあ、こうなって、はい、そしてこんな風になってさっきと同じような格好で、行くのもありますよね。それから、はい、つけた時にコスミツケを打って、そしてこちら側にも主力を持っていくと、まあ、こちら側は一目ぐらい白にまあ飛ばしてあげても、こちら側で少しまあ稼いでみようと、まあ、例えばこういう時ですと対車にかけてですね、様子を見ようとか、あるいは対車が一番面白いでしょうかね。でここで戦いを起こしながらここ全体をまあ攻めてみると、そんな考え方もあるですね。実戦はもう対車で戦いを仕掛けに行ったと、こういう形になりましたね。1手目が黒が星から始まりました。そして小目ですね、これは私の実戦譜です。そして小目に締まりまして、白がまあ割り打ちをしたと、はい、そこで小目に対する焦げ馬がかりですね、それに対して白が一見高がかりと、まあ、ここで飛ぶ手それから桂馬にすると、まあ、2種類あるというふうに前に申し上げましたね。実戦では桂馬に行きましたね。はい、はい、その時に白は、まあ、二間に開くのと桂馬に打つのと両方あります。まあ、桂馬に打ちますと前に申し上げましたようにこういうところに出切りがありますので、はい、押して打つ、はい、例えばまあこうなる、そこでまあ割り込んでおくと、あるいはつける手もありますけどね、はい、つけですね、そうですね、はい、そして跳ねればまあ膨らんでいくという形ですね。はい、はい、それからもう一つね、こういうところへ厳しく出ていく手もあるんですけどね、これはもうかなり怖いでですね、はい、これは継いだ時に切ってくるわけですね。まあ、しかし切りはしましたが白もちょっと形が弱いんでね、うん、まあ、これは五分の戦いになるでしょう。そしてこういって、はい、そこでまあ一間飛びぐらい、そしてまあ黒も中央を大事にしてこの辺飛ぶぐらいと、こういうような戦い方もありますね。実戦の場合は、まあ、白がゆっくり打つという方針で二間に打ったわけですね。これで一応出切りはですね、ここら辺がちょっと石が遠くなった分で早急にはないということで挟み返しました、はい、僕は、はい、まあ、ちょっとね白の陣地の中ですから多少は危険もあるんですが、はい、そこはまあ一つ頑張ってみようと挟み返していったわけですね、はい、そして白が押して伸びて押して伸びて、
さあ、まあ一応ねここで、白もここに星にいますので一回詰めを打って白の側でも、攻めることをね、はい、忘れないでということですね、うん、そして飛んで行きます。そして白も桂馬と、まあ、これお互いに逃げ合ってますけども逃げながらもお互いに どっちを攻めてるかね、はい、白も攻めを見てるし黒もなんとかこれに、まあ食いついていこうと、はい、とにかく攻めていこう。そうですね、うん、必ず定石を打っても相手に対して攻める気持ちは持ってなくちゃいけないわけですね、はい、そして黒が飛んで、まあ、その時にねちょっと覗いた手が、まあ先手にはなったですが果たしてよかったかどうか、まあ、こういうの意外と黒を強くしましてねこういうのの自分の方に影響してくるかもしれません、まあ、こちらの方に対してはあまり助けにはなってないのでまあ覗かない方が良かったでしょうね。そしてまあコスんで、まあ、コスミぐらいが相場でしょうね。あんまりこうやっても覗きが見えちゃってますね。これは怖い。そうですね、これ切れちゃいますよね。ね、はい、はい。ですからまあコスミぐらいが、はい、相場ということになりますね。そしてあごめんなさいその前に覗き打ちましたね。そしてコスミと、はい。そこで黒が一間飛んで横に飛びましたね。ここに飛びましたね、はい、そこで白が上からかぶせるように飛ぶ二間に飛んでいきましたね。まあなんとなく流れとするとやや黒のが攻められているような雰囲気ではありますね。ただし黒も形が硬いんで反撃する力をまだまだ蓄えてはいます。まあしかしそうは言ってもこういうところでいきなり戦いを起こしましてもですね、はい、破かれてまあ、全体がこれ薄くなりますね。そしてこっちも逃げなくちゃいけないと。ここはまあ戦線を広げず我慢して入らずに飛ぶと、はい、そうですね。そして白も一間でそしてまあどんどん下辺に進出していきましたね。で白も追撃していきました。まあいつもしかし逃げていながらもこういうところが少し足が伸びてんですから、うん、いつか反撃の要素を狙ってなくちゃいけない、はい、なくちゃいけないわけですね。そしてつけて、はいはい、まあ、これは利かしの手ですね。下がって、はい、まあ、それでここへ打とうという、まあ、一つのねお膳立てですね。これで大体収まりが立つ。そうですね、一応こっちから足を下ろしてこう下辺へね逃げていったというか、形を作りましたよね。そこでまあ白が一回覗いて様子を見ました。これはまあ場合によっちゃここら辺のツケなんかを狙ってるわけですね。そうやってまあこういうところのツケをね、あるいはこちらからのハサミ、ツケからハサミツケを狙うとかですね。これから、はい、そういうような狙いを持ってるわけですね。そこでまあ継ぐよりもちょっとね得な打ち方としてこういう手があるわけですね。これはこれは素直に出てきますと、はい、切れば出て。ついでも出ちゃいますね。あ、これは出られてしまいます、はい、これは白の方の被害のが大きいですね、はい、ですからここは出て切ることはできないと、はい、そして白がついで、あ、そこへ打ちましたね。ついでそして継ぐと、こういうふうに竹風にした方が石はより安全です、うん、というのは先ほどのように例えばこういう格好になりまして、まあ、こういうような格好にちょっとやってみましょうか。その時にこうなって黒が張ったと、こういうふうに石がありますとガチャンとぶつかって切りを見られますよね。あ、はい、ところがここに石があればこれはこうやっても渡ることができると、はい、そういうような意味でもこういうふうな格好にしておくのはかなり安全なわけですね。はい、そこで、まあ、白はつけて跳ねて、まあ、この心配がなくなったんで引いた時も伸び込んでいったわけですね、はい、そしてつけて跳ねて当たりしてついで、
まあ、これで、ここの白の、小目に対して焦げ馬がかりの一見高ばさみからずっとこうお互いに競り合いながらずっと石が流れてきたわけですね。お互いに攻めを見ながら、そしてここで一応形は、一通り決まってきてんですが、黒からまたこちらをですね止めて、この白を今度封じ込めていく狙いがあるわけですね、うん、これも非常に大きな手です。ですから白はそれを嫌がってここを二間に開きました。はい、そこでですね黒はかねて用意してあったわけですね。ここを強く我慢しながら逃げといて、そこでドンと、とても切れそうもないとこなんですが、これがかねてからの狙いなんですね。ここにつける、はい、ちょっと気がつきにくい手ですけどもね、うん、これはこうやると、これはねここが効きなんです。はあ、これは次にこれが切れますよね、はい、はい、なのでこうするしかないですね。そうそう、受けるしかないんで、まあ、実戦もこうなったんですが、そこで切ったと。取るわけにはいかなくなっちゃいましたね、はい、取ると切られて、はい、これが置いてきぼりになってしまいますよね、はい、ですからこれはかなりの強打になりましてね、白は、まあ、こちら受けるしかないんですが、完全にここを食い破られてしまったと。この下辺が大変弱い白になってしまいましたからね、これはまあ黒の方の攻めがだいぶ強く有効打になったということになりましたね。はい、黒が小目で始めましたね。そして白が星、黒がまあ向かい小目ですね。そしてこちらにまた白も小目と、はい、これはまあ一見高がかりに対して付け引きと、まあ非常にオーソドックスな打ち方ですね。引いた時にまあ、ついで打つのもありますが、まあ、この時に黒からのまだ爪の余地が残りますね。詰める手が大きな手ですし、まだちょっと薄みが疲れると、はい、どうせならもう少し寄せておくことによってこの爪の余地をね少なくさせようと、そこで、そこで、はい、かけ継ぎになって黒に受けて、まあ黒も締まっていい形ですが、白もこの間をまあゆったりと構えることができましたね。そして黒が今度は白の方の側の小目にかかっていきました。さあここでどういう作戦を選ぶか、はい、一間に挟む、はい、二間に高く、はい、三間バサミ、はい、上島さんだったらどの手がお好きですか。そうですね、やっぱり二間高がかりが一番。なるほどなるほど、はい、まあ、これはねそれぞれいろんな要素があって、次の打ち方がやっぱり大事でしょうね。まあ一番厳しく打つと、まあ、飛びますかね、はい、で桂馬に受けて、まあ、こちらに構えてるということもありまして、まあ、最強手のこちらから挟み返す、そして押したらばつけて引きの、はい、跳ねて白が跳ね返して伸びてかけついだ時に飛ぶと、まあ、仮にこの形を想定した場合に、これとこことの形がかなりいい、状態になってますね、この辺がですから黒のかなりの、まあ、地模様化というか勢力になりますので、きつく攻めても果たしていいかどうか難しいですね、うん、そうですね、はい、まあ、そうしますとゆっくりと挟むと、うん、はい、二間高ばさみもありそうですね、まあ、こう飛ぶのは、はい、飛ばれまして、まあ、ちょっとここに白が控えているのでちょっと反撃すると言っても、はい、それほど黒もえばれた状態になりませんよね。こちらから挟む手が残ってます。まあそうですね、一応は飛んどきましてもね、はい、これも収まんなくちゃいけませんし、こっちも収まんなくちゃいけないと。そうしますとやはり黒は収まる作戦ということになりそうですね。まあコスミぐらいでしょうか。そしてまあこうなる、桂馬に滑れば、まあここの星下ぐらいまで開きますね、こういう作戦も一つの立派な作戦だと思いますね、それからまあ5全体をまあゆっくりと押すと、
直線の構えですね。そうしますとやっぱり三間なんかはかなり有効な手ですね。はい、そうですね。それで三間ですと、前勉強しましたように二間に飛ぶ、それからコスミつけると、まあ、このような手があったわけですけれども、さっきのように、まあ、飛んでも飛ばれて、はい、二間に開かれましてね、ここでの打ち方が、まあ、結構難しいんですね。まあこういう風になって、これですと勢い白はこちらから冷たくなりますかね。はい、まだ開けるので。そうですね、この三三も大きいんですが、こちらの切っ先が黒がこちらへ向いてますね、はい、前に出てきましたね、こういう形、こうなって、そして伸びて、はい、跳ねる、まあ押さえる、はい、そして継ぐ、そして飛びますね。はい、三三に入った手は大きい手なんですが、全体を見ますとこの切っ先とこちらがぶつかってちょっと形が重複してる上に、まあ、白はまたねいいところから攻めを始めると、はい、伸びれば覗くと、まあ、決して、はい、白が悪いことはなさそうですね。なかなかこれは黒としても容易じゃない碁になると思いますね。やはり黒もやっぱり収まりたいということで、コスむ手がまあね収まる手ではよく使う手ですね。コスミつけて、はい、そこでまあ伸びてと、そして、はい、そうですね、これが一つの定石ですね。そこで白が二間に行くか桂馬に行くか、はい、この場合ここに、まあ、この桂馬の締まりをですね、小桂馬の締まりを、ちょっと意識しますと、ちょっと向こうへ顔を向けましょうかね、はい、そういうことになりそうですね。で、まあ、こういうふうな形で打っていきますと碁が割とゆっくりとした流れになると、はい、お互いに収まり合ってじっくりと。そうですね、いいですね、はい、そして、黒が今度はこちらを行くわけですね、はい、こちらから、はい、この場合は、まあ、ちょっとこっち収まってんでですね、はい、こちらに対する攻撃がないので今度はこちらから白は追い出し作戦に行きましたね。今度はこっちを攻めに行ってますね、はい、はい、飛びですね。そこでもし黙ってこうやったらどう打ちますか。うん、これは開くには狭いので、はい、飛ぶ手もあるんですがね、こっちの方からこう行くかもしれませんね。こう、はい、でこれの頭の方を止めながらこちらのカバーをすると。ですからこういう形では攻めに入る場合にはこれを打つ前に必ず押しから行くんですね。ここで押しですか。そうですね、そして跳ねて跳ねて引かしてからそこから初めて詰めるんですね。これがよく使う攻めの手筋ですね。そして飛ぶと、そして黒も飛んでいくと、はい、まあここでね白もね、飛べば本手ですが、しかしなんかまあこの辺をちょっとこう開かれましてね、大変大きそうなとこですね、まあこういうふうに本手打って碁を勝てれば一番楽しいんですけどね、はい、まあ大きいところも早く手を回したいと、まあ放っておいてもそんなには攻められることないというようなつもりでですねこっちへ行く手も考えられますよね。そんなに目いっぱい、はい、これはですね、これを打ってこの黒がこちらの攻めを睨みを利かせた分、はい、ここが少し硬くなりましたね、この硬さを背景に目いっぱいまで石が運んだわけですね。それではといって、まあ、黒はこう押しながら、はい、これでまた間接的にこの白を狙ってるわけですね。ですから今度こちらを取りそうな顔はしてますが、そのまま、はい、こんな風に流れに任せて地を取りに行きますと、はい、なんかこの辺が止まってきちゃいますね。これが取られちゃうかもしれません。そうですね、仮に取られなくてもおそらく大変な被害を、はい、被るでしょうね、はい、ですからまあ一応大きいとこ打ってますからここらでこの白の成形に入るわけですね、
飛んでもいいんですが、はい、そうですね、ただ逃げるだけではなく相手の弱みもついて攻めると、まあ、こういうふうにもし来ればここでも利かすことができますからね。今度切れますか。切れますね、はい、はい、でまあ抑えるような具合もありますし、まあ、飛んでもいいと、まあ、一応この手が様子の見の手になってますね、はい、それで黒はちょっと辛いということでこちらから来ましたね、はい、そうしますとこの抑えが、なかなか気持ちのいい手ですね。これが次に放っておきますと跳ねて、はい、はい、ね、この跳ねを打たれちゃいますともう次に切る手が残ってますし、こうはい、これは大変ですね。そうですね、受けなくちゃいけないし、はい、これを受けんではちょっと気分悪いですね、うん、白がこんなに収まってしまってますからね、うん、まあ、ちょっと辛いんですけども羽を嫌って下がりと、はい、そこで初めて顔を出しておくと、これでまあ逆にね、黒を狙うこともできるような状態にしたわけですね。まだはっきり生きてませんね。そうですね、ここで黒が、まあ、ここへ詰めてきたわけですね、はい、これもなかなか、まあ、渋い手というんでしょうかね。狭い開きですね、はい、狭い開きなんですけどもそれだけに力が蓄えてありますのでこういう打ち込み、はい、それからこちらに何か白を攻めに行く場合でもこの黒が強いと攻めやすくなると、まあ、狭いながらもなかなか、いろんな意味の、ね、要素を含んだいい手になるわけですね。それでまあ白はここを狙われてるわけですから守れば硬いんですけども、ただ守ったんでは面白くないと、当然この白は黒を攻めながらですね、また攻めながら守る、はい、こういうふうに言ってですね、はい、仮にこういうふうに逃げてくればその流れで自然と向こうとくっついていくわけですね。こういうのはなかなか理想的打ち方ですね、はい、まあそれで黒もそれでは辛いと、単に逃げているのでは辛いということですね。そして、まあ、こちらから行って飛んだ時に逃げるよりも、まあ、この2目を取りに来たわけですね、はい、そして、まあ、2目を取ったわけですけども、これはまあ白としては十分、まあ、役に立ったというかね、捨てても惜しくないと、はい、跳ねて押さえて駆け継ぎましたね。あたりの次ですね。それでまあここの切りを残してますから黒はもう一手手を入れなくてはいけませんね、まあ、一応これで2目を取られましたが、はい、ちょっと足元がねこちらの方に向いていきましたね。今度この石が危なくなってきました。 それで今度こちらを狙うと、はい、そしてまあこの黒の流れを、攻める流れを利用しながらまあこちらに地を取ると、あるいはこの手を利用しながらまあこちら側の白の薄みを、順次カバーしていくと、はい、まずまず白としてもいい流れで碁が打ててるようですね。黒が小目から始めました。白も小目ですね、はい、小目が多い碁ですね。そして黒が小ゲイマにしまって、はい、一見高がかりに付け引きですね。そして駆けついで、まあ、一間に受けて開きですね、はい、そこで黒がまた、小ゲイマにかかってきた時に、そうですね、はい、これも、三間に挟みました、はい、それに対してまあ黒は飛ぶ作戦とコスミと2つありましたね、まあ、コスミの方が収まるのでは早いということで実戦でコスミつけたわけですが、はい、碁によっては場合によってはですけども伸びるとは限らないと、はい、というのがこの実戦なんですけども、こちらへ下がっていっちゃうわけですね。三三の方へ、こっちに跳ねるんですか。そうですね、あ、下がるんですか、はい、そうすると当然二目の頭を跳ねてきますね、はい、これはね、こういうふうに打っていこうという作戦ではないんです。あ、じゃないです、はい、これはね抑えられて困っちゃいます。かえって、はい、切ってついで取ってもこちらの切りから抜いて、はい、そして這い込まれますね。そうですね、これではこの隅をみんな黒に取られてしまいますね、ですから
はい、ここに跳ねた時に切り返していくわけですね。はい、大変これの2目が危険なんですが、実はこの2目は場合によっては捨ててもいいと、こういう作戦なわけですね。まあ、この時黒は下がる手がいい手です。というのはこの黒、あの隅の白を取りに行くわけですから、横伸びより下がる方がこの白に対して攻めてるわけですね。そこで、はい、横へ伸びて、はい、そのぐずみ込みも、まあ、白を狙っていく手ですね。これでまあ曲がるのが、まあ、よくある定石なんですけどもね、こういうふうにつけてこうなれば、つけて、はい、取ると。最近はここでこういうふうに飛ぶ手も出てきましたね。はい、そのように飛ぶわけですね。あ、ごめんなさい、こう曲がった後ですね、白がこのように飛ぶわけですね。はい、そしてこうなればこれを打って、はい、ぶつかってこうやって手を抜くと、はい、ちょっとこれはまあ白もね、先手で打ててるという利点があるわけですけどもね、はい、実戦では黒が、はい、これがそれがないですね。こちらを飛びましたね。そして覗きを打って、はい、ついで、そして羽を打って曲がって、その時に押さえ込んでいくと、はい、これは白が後手でも向こう側にも打てることができるという定石ですね。はい、そしてぶつかりを打って、押さえて伸びて、はい、まあ、この伸びで手を抜いてこちら方面に行くこともできるんですけどもね。はい、そうですね、まあ、ここも大変大きなところですね。というのは次にこの押さえが先手で打てるわけですね。ですから、まあ、後手を取っても白は決して悪いことはないと。黒もこれで張っていってもしょうがありませんから、ここで手を抜いてこちらを消しに行くわけですね。はい、そして押さえを先手で利かして、はい、まあ、こちらにも広げる権利ができたし、はいはい、ちょっと手数の長い定石ですね。そうですね、まあ、あの定石と考えるよりも隅に潜って、そして跳ねた時に切ってって、これをうまく捨て石にすると、捨て石にして外側に回るというふうに考えておけば、さほどね、いろんな変化しても難しいことはないと思うんですね、はい、そして、ここへ挟み返すと。これがまあこの後の発展の仕方ですけど、厚いところですからね、当然強く打つと。そして黒もつけていく、そして跳ねる、そして引いて上に伸びると、はい、まあ、黒は周りが強いですからなるべく収まりたいと。で、まあ、白は今度はこの辺の厚みをまたどんどん盛り上げていきたいですから、こちらから行って、まあ一本切ってきましたね。そしてこうなって、で、これかけてきましたね。まあ逃げる手もあるかもしれませんけど、ちょっと思いっきりよくこう捨ててと、はい、で、こうなった時にこういうふうに打って、はい、まあ、今後の展開が難しいですけど、うん、まあお互いに面白くね、黒は地に走って、はい、白は中央部に非常に大きな勢力圏を築いて、うん、これがどのくらいまとまるかが今後の勝負になりそうですね。はい、私の黒番ですね。はい、第1手目は目外しですね。ちょっと珍しい打ち方ですね。はい、うん、そして白が星に打って、はい、そして小目ですね。白は2連星と、そして、はい、小ゲイマにかかって辺に開きましたね。まあ、ここ全体をこう一つの構想で戦ってみようと、まあ、入ってきたら戦う、攻める、入ってきたら攻めると、まあ、こういうような、広い大きね碁で打ってみようと思ったわけですね。まあ、白はこちらからかかってきましたね。はい、これもですね、まあ、定石の一つの例えば手でこんな風に打って引いてついで、そして一間に飛ぶ、まあ、白がこの辺に開くと、こういう手を使いますと、まあ、
これはこれで一曲なんですが、全体の構想としてはちょうど真ん中で切られてしまいますね。ちょっとこういろんな意味で白を待ち構えている点が真ん中で切られるとやや構想倒れになるというような感じですね。ここはやはりこの大きな構想で打ってみたいもので、はい、二間高がかり村正の用途でいきましたね。そして大ゲイマにかけた時に、まあ、こうやる定石は今まで出てきた、はい、普通の打ち方ですね。はい、伸びてぶつかって飛んでと、まあ押しを打って、はい、こうですね。はい、押しを打つ前に三三から行っても大体形は一緒になります。はい、そして白に受けて、まあこういうふうに展開すると、まあこれも一つおそらく一局だと思いますが、これもやはりちょっとね中心線に白に直られてますので、はい、まあ、こちらの構想がやはりまた切れてしまいますね。そこでちょっと変わった手を打ってみました。はい、ここへねあえて狭間が残る、はい、打ち方したんですね。まあ大変怖い手は怖い手なんですけどもね、はい、狭間が残ってますよね。これは怖くないんですか？はい、怖いんですけどね、まあ、こういうふうに打ったんではもちろん、はい、継がれて、ね、これ何のために打ったか分かりませんよね、うん、これはあくまでもですねここを遮っていこうというわけです、うん、その代わり隅は白に明け渡してもしょうがないなという考え方ですね。出ていきまして、白も出る、そして出ちゃうわけですね。まあ跳ねて黒が曲がれば白もこの辺跳ねて、まあ、この隅を確定地にするわけですね。まあ大体隅は白にあげるんですが、その前に少し味をつけておきたいと、ということで一回下がりを利かしましてね、はい、ついでそれから初めて出たわけです。まあそれでも白からはここへつけますと大体この2目はもう取られてしまいますね。例えば跳ね出しましても切って、まあ、こういうふうに抵抗しましても出られますと、これ上手点がございませんよね、はい、まあ、一応これは取らせて、その代わり外勢に行こうということですね。そこでつけてったわけです。あくまでも外勢ですね。そうですね、そこで白が跳ねて、跳ね、そこで切って、まあ、白が普通にこういうふうに取れば、はい、当たりを利かして、はい、継げばまた当たりを利かして、抜いてそして先手を取って、うん、まあ、締まりぐらいとか、展開していくわけですね。これは厚くてとてもいいです ね、 ですね。これはまたこれでね一局なんですが、うん、はい、まあ、広々としてますよね、うん、それに対して、白がですね、はい、ここをこちらから当てたわけですね。そうしますと例えば同じように当たりして、はい、ここを当てるということはできるわけです。ところが先ほどはこれを抜いてやりましたよね。しかしこの場合ではこれを抜くよりもついできますよね。そうですね、これは、はい、はい、そうしますとこの分だけちょっと黒は損しちゃうわけですね、うん、こういうところはやはりプロは敏感ですから、この損はちょっとつらいなと、うん、実は黒の方もここで、はい、中から当てる手を用意してたわけですね。あ、こっちから、はい、これが頑張った手でですね、これは取ると、取ると当たりを打ってでついで、はい、しかしこの押さえが先手になると、取れば先手を取って二間と、あ、一間高がかりぐらいに行きましてね、うん、この辺の白地が大変小さくなってますからね、これはもう黒十分に採算が合うと思いますね。そこで白もまた、それでは辛いということで、今度は、はい、それを打った時についで頑張ってきたわけですね。でも白、黒はもう当然継ぐと、そして、はい、隅を曲がってはい、そしてそこで押さえて、まあと、はい、そうですね、この6目でしたら捨ててもいいよと。例えば白が2の2を押さえれば、これやれば
は取れます、ね、はい取れますが当たりを利かして、はい、そしてまたこちらも押さえを利かしてと、はい、これはね、まあ、こうやって取れますが、石の数は多いんですけども攻め取りになってますし全体から見るとそれほど大きな地ではないんですね、うん、それよりもやはりこの黒の壁がかなり大きいということになりますね。ですから白も勝つには取りに来れないんですね。はい、そこで、はい、この格好ですね。ここで取りに来ないで張っちゃったわけですね。はい、そうなりますと黒もちょっと意地ですからね、はい、また黒の方もこっちへ行っちゃいましてね、そこで跳ね出して、はい、まあ、黒は今度はしょうがないこちらの4目を取りに行くわけですね。でこう張って、まあ、もうしょうがありませんね、どんどん張っていっちゃいますね。はい、これで一応4目が取れましたので、はい、ここの断点をつなぐと、はい、もうこのままで取れちゃってる、ね、そうですね、これが3手しかありませんからね、まあ、一応白は押さえが先手になりますね。はい、そして4目を取って、ね、そしてまあ白がこちらに二間に展開と、はい、はい、まあ、一応まあまあ一段落してですね、最初は外側の外勢で行こうとした作戦がお互いに地張ってるうちに黒の方が、うん、あの隅の方にね地を取る形になる、追いかけない変化になりましたね。そうですね、それでまあこのぐらいに打ってればまあ黒も穏やかだったんですが、そうですね、またここへつけてちょっとね、こちらの石にも攻めを見たんですけども、うん、すごいつけですね。そうですね、まあ、しかし自分の方も黒の方も危険が多い打ち方ですねこれはね。はい、そして下がって、はい、つ、はい、いで、まあ、一生懸命また攻め始めたわけですね。はい、まあ、これつけは脱出のための足がかりですね。はい、まあ、素直に曲がりますとね、一歩先へ足が行っちゃいますのでね、なるべくでも少し黒より先に顔を出していこうという作戦ですね。はい、そして二間に開いたときにどんどんかぶせていくわけですね。もう今度はどんどん、はい、そして黒も一間と、ここも破られますとまたこの白危なくなりますからね、はい、ここは厚く上を封鎖と、はい、継ぎますよね。そしてコスんで、はい、そしてまあ桂馬に黒が滑りますね。ここらでまあ辺営で展開しまして、一応この辺の方向に白のいい勢力圏ができたと、まあ、その代わり黒はこちら側に、地を取って、まあ、隅の方に進出していったと、うん、まあ、3-3あたりまで進出できる権利を持ったわけですね、あと残ったのは中央の黒、はい、それからまあ右辺ですけども、うん、まあ、中央の黒をほっときますとすぐ薄くなりますのでね、まあ、この辺の帽子、この帽子からまあ、はい、ちょっとこれにプレッシャーをかけながら、実はまあこの黒をねある程度形を整えに行こうという打ち方ですね、うん、では自分の弱い石を相手の弱いところを攻めながら守ってしまう、そうですね、うん、はい、これからまだ戦いは大変続くんですけどもね、うん、はい、大変まあこの最初のコーナーで、村正の妖刀で外勢を張ろうとしたのが逆に白がまあ外へ行って、うん、そして黒がまあ地を取るとね、お互いにまあ意地を張って面白い展開になったんですけども、ね、びっくりしました、はい、定石もですからいろんなね形で変化していくと、はい、その場の状況で変わっていくということを皆様にね一度見ていただきたいところですね。小目の定石は本当にいろいろありますね。この次も小目を勉強したいと思います。